フェザーニュースキャスターの武藤あやめです。11月12日木曜日の全国の天気をお伝えします。まずは予想天気図で見ていきましょう。広く高気圧に覆われ冬晴れとなりそうです。ただ北海道の西には低気圧や前線があります。そちらの影響で日本海側ではすっきりしない天気となりそうです。また高気圧の縁を回って湿った空気が流れ込む南西諸島でも雨の可能性がありますので空の変化に注目です。ではアイコンで見ていきましょう。北日本から西日本まで広く晴れアイコンが採用されています。日差しが届き穏やかな空が広がりそうです。ただ北海道の日本海側のエリアではにわか雨が心配です。また風と風のぶつかり合いにより雲が発生する四国の太平洋側や紀伊半島の南部、こちらでは雲が広がってにわか雨の可能性があります。お出かけの際には折りたたみ傘をお持ちください。また沖縄諸島も雲が多くすっきりしない天気です。隙間から日差しが届いていてもにわか雨の可能性がありますので空の変化にお気をつけください。気温を見ていきますと、放射冷却が顕著に効き朝晩はぐっと冷え込みが強くなりそうです。ただ昼間は気温が上がります。西日本昼間は過ごしやすい体感、東日本や北日本は昼間でも肌寒い体感となりそうです。暖かくしてお過ごしください。また空気が乾燥するため体調管理は入念に行いましょう。以上全国の天気をお伝えしました。